ポスト印象主義の画家ポール・セザンヌは1839年エクス・アン・プロバンスに生まれ、1861年パリに出て画塾で学び、1866年には座って新聞を読む父を落ち着いた色調で表し、印象派展に出品を始めた。1870年代には男性の座る肖像を明るい色彩を用いて描きました。1880年代には故郷のエクスで枝の下から山を望む風景を緑、青、黄色でまとめ上げて個展を開いた。1890年代にはリンゴやオレンジ、器をモチーフごとに異なる視点から捉えて表す静物画を描き、1900年代には水浴びする人々を細部を省略して三角形をかたどる安定した構図に表現し、1906年エクス・アン・プロバンスで亡くなりました。